今回のテーマはデニムギークス。日本語で言うとデニムオタク。今日はこの方と一緒にたくさんお話ししたいと思います。ドクターデニム本澤裕二さん、そしてスタイリストのドド千春さんです。ドドちゃんは2回目の登場です。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ちはよろしくお願いします。実はさっき、えー、デニム ええっと、違う違う違う,違う、えー。ベストジーンズ2018あ。ありがとうありがとう。第3回大会です。お,<ー> <laughs> お疲れ様でした。したお疲れ様でした。3人,3人いましたね。参加してましたね。お疲れ様です。私と本沢さんが出会ったきっかけは今年のレッドカードのコラボなんですけど、私。 勝手に本沢さんってレッドカードの方って思ってたんですけど違うんですよね <laughs> 違うんです私もか謎,<ー>謎の仕事なのかもしれないですけれども、はい、ジーンズのプロデューサーっていうのをやってるんで、うんえー、すごい。ですから、ね、いろんな企業とも まあ企業と契約してもともとはえっと申し訳ないですけどエドインさんで10年間働いててその後に6年間リーバイスジャパンで働いてまあ今14年目なんですけどユニクロのジーンズを立ち上げたとかは僕が5年間やってたんでちょうどスキンニーを作った時がそうなんですよねすごい持ってました J ブランドがすごい J ブランドがそうなんです同じような形のが ユニクロで買えるって言って。えー、すごいあれでこう一気にブレイクできたっていうの、そういうだからプロデュースをやってます、えー。じゃあデニムと関わる初めてのきっかけはエドウィンさん。そうですね。ことです企業で働いたっていうのは。それ、そのきっかけはもともとデニムが好きだったんですか。っていうのもあるんですけど、うん、自分って理系なんですよ。えーうん、で、僕たちの時代って。 申し訳ないですけどバブルの時代なんです30年前って理系って学校卒業すると一流の会社行けるんですけど工場勤務なんですよみんな工場は東京にはないんで絶対にああ地方僕はそれが嫌だったんでああじゃあそういうエンジニアの職業を<本>選ばなかったってです本社採用っていうところで本社の企画をできるところを全部受けてたんで。 そこで日本の企業だとジーンズはエドウィンさんがあってそこに受けに行ったっていうえそれはでも好きだったからじゃなくと,とりあえずとりあえずっていうのもこれぶっちゃけですけどリーバイスさんはねうん、うん、新規では雇ってないんですよ外資系なんでやっぱり<ー>中東からしか取らないんでいきなり入れないんですへえ<ー>なのでちょっと今日も僕リーバイス入ってますけど501を、はい、やっぱり501が好きでジーンズをやり始めた やり始めたかったんで、どうしてもリーバイスで働くの夢だったわけですよ。<ー>で、ちょうど。じゃ僕、うん、あ、はい、あの、巨人が好きだけど、阪神に行,ったみたい行くしかないとか。あのね、野球で。<う> <laughs> 僕たちの時代。<laughs> このチームが好きだけど、こっちに。いけないから、入れちゃったっていうことですよね。で、先輩たちは何人、何人かはい、いたんですよ。 エドウィンやめてリーバイス行くっていう人たちはいたんですけど、それをやっぱりやらなきゃいけないんだなと思って、僕も計画的です<ー>犯罪って言われてるんですけど、ああもう <laughs> そう最初イメージがあったんですね。リバイスだったりのためにジジたね,ね、やっぱ日本の企業ってすごい大会系なんで、すごいこう<ー>そう縦社会の大会系なんで、そこでまあ、うん、積んでいくしかないかなっていうので入ってったのがエドウィンさんだった。 で、そこ、え、でごめんなさい、何年ですか?。十年です年。え、でも、最初に入った時は、何をされたんですか?最初ねあの。いきなり、やっぱ、働けないんで、うんね、研修があるじゃないですか?。結局、研修で、地方に送,送られましたっけ?うん。<laughs> 結局<は>、<laughs> <laughs> 結局<は笑><ー>。前回に、半年間、やっぱ物流の研修があって。自分たちで出荷するわけですよ、商品を。うん、で、その後に、やっぱり、工場は秋田とか青森にあるんで。 その東北の工場に何ヶ月か行ってたっていうのがあって結局工場にへえでさそのエドウィンさんのところで10年間その10年目の時には本沢さんはもう僕ねブラッド・ピストのルさんっていう商品を立ち上げる時に<ー>ちょうどその商品をやってたんで<ー>実はもう。 エドウィンででうとゴーマルさーーゴーマルルんんリバスのみたいなもんなもんすよ、うん、商品的にはそれをやってて僕あのすごいんですけど自分で言うのはあれですけど全国の会議をしてる時にこう1時間ぐらいその商品について発表しなきゃいけないんで喋らさせられるんですよ、うんうん、でその後に一応もう辞めるってことは決まってたんで会社でこう大騒ぎになって、うん、1> 僕1週間で辞めました会社。 もうあのコンペティターに行くんだからっていうところで<ー>もう当ねあの1週間っていうか、まあ、夜仕事終わるとこうパッキングしてこう片してってこう去っていくようなのをやっていくんですけども、うん、すんごい大変でしたねそれはねやめ際が,めめ際がえでもそのビジョンあったって言ってたじゃないですか、はい、リーバイスに行く。 でもその10年間っていうのは,のはビジョンの中に入ってたんですか10年間、ね、とりあえず絵でもいいでこれまた日本的考え方なんですけど、うん、10年間やんないと3年5年10年って言われてて寿司職人みたいなそうそうそう10年目でやっと自分でもこれでまあ出てってやっていけるかなっていう風に 思えたんで、であと僕あのうん、うん、逆なんて英語全然喋れないんですよ。だからその学校もその行ってて、ちょうど英語院で働いてる時に。面接を受けるのはやっぱ英語なんで基本的に。あえ、リーバイス。そうですもう。あ、だから。で会社の言葉も基本的に英語なんで。え、日本でもですか?。日本でも。<ー>今もですかそれは。それはちょっと変わってるかもしれないですけど。うもうそういうのもあって、こう。仕事しながら、ちょ。っと と時間抜けてって学校行って帰ってきてまた仕事してるっていうのもしながらやってきた,やってきたんでほんと計画的です本当にへえ10年越しの10年越しででそうちょうどフリーエージェントって言葉が出始めたんですよこう野球で言うと大リーグに行ってもいいっていうでちょうど一郎さんがそのぐらいだったんですよ一郎さんがこう辞めてってでこう メジャーに行くって時に、自分もやめてったんで、勝手に自分は一郎だと思ってたんで、業界の <laughs> 勝手にですよ。<laughs> <laughs> いいですね。で、またびっくりするの、やっぱ外資系に行くともう全く違うじゃないですか。まあ、あの、上司の方はそう、カルチャーが違うんで、もう女性の方が絶対多いんですよ。うん、会社って、<ー>ディバイスって会社も、あの、ギャップさんとかもいろいろやってきましたけど、やっぱ女性の方が圧倒的に多いんで、ね。 そうだから女性の方にどうやって気に入っていただくかっていうふうに変わるわけですよ。すそうですよね日本の企業って男子の社会なんで、ね、そこがまたすごいカルチャーのあれで,、うん、であと会議中って日本の会議って一切会話とかないじゃないですか,なんかやってる時に <laughs> そううですねでもうなんか。 なんか水も飲んじゃいけないみたいになるんですけど<ー>いきなりリーバイスの会議に出た時に「じゃあサンドイッチでも食べろよ」とかっていううパパパってこう持ってくるわけですよ恵比寿のガーデンプレスだったんでちょうどええんで食べないのとか言われて「君」みたいな言われてこうあやっぱこうポジティブになるよねってい江戸にいる時は人生どっちかってネガティブに,ネガティブにこう見せてお<ー>きながらでもこうポジティブの練習をしててやっぱり。 考え方が違うんでもいや怖いですねちょっとだから基本的に人生今ポジティブですよよかった素晴らしいじゃあリーバイスに入った時は本澤さんはリーバイスで何役僕はいきなりやっぱりゴーマルチュアンやらせてくれないんですよいじめなのかなと思ったんですけど最初ねあの今でいうチノパンとかやってましたとかあデニムじゃないノンデニムっていうノンデニムっていうじゃないですかノンデニム コーディロイとかそっちの商品をやらさせてもらったんだけどそれがやっぱうまく売れてったんですよ。でリーバイスでもやっぱり2年目3年目ぐらいになってきたら、うん、やっぱり本座にじゃあねファイブケットっていうか僕たちジーンズ。 イケットやるコアとかベーシックって言うんですけど、うん、そこやるってやっぱりあの4番打者とかなんでいい場所で言ってもやっとじゃあやらせるよ501をってやらせていただいて <laughs> でやっと自分の夢にこうたどり着くっていう <laughs> えやらすって実際何をやるんですか、ね、501って変えられないんですけど、うんルルね、その当時って日本がコーンミルズにコーンミルズってもうちょっと今アメリカの工場閉まっちゃったんですけども <laughs> もともと501の記事を供,供給してきたところに。 まだから生地を一から作ってもいいよっていうのをもらえてアップルバルそういうものができて今は全然できないですよそれでマルチの生地を作る日本のためのマルチの生地っていうかアジアのためのマルチの生地を作らせてもらってたっていうのがあってじゃあもうパターンから形からデザインまで本田さんは形からデザインはいじれないんですよ一切もういじれるのは生地とあと加工 生地と加工で僕たち三 f って言うんですけどフィットファブリックフィニッシュジーンズ業界だとそれのバランスがうまくいかないといいもんできないっていうのがあってでその時にフィットと、えー、フィットは絶対ダメなんですもんマニュアルがあっても全くいじれないんでフィットってパターンのことないんですね ででだったらパブリックって素材とさっき言ったフィニッシュって加工はやっていいよっていうのでやらしてますんでんまあでも三エのうちね二つのフ使えるんでんそれはもうすごい勉強にやっぱなりますよじゃあデザインってことですか一応僕たちがやっぱデザインになるんですよー一応 R&D になるんで,んんでじゃあ自分一応アイディアを出して こういうファブリックだとこういう加工でこうやって見せたらこうやって変わるんだけどっていうのをこうプレゼンさせてもらってでその独自のゴーンマルチを作っていってたっていう,う,いうでそそれはえっ、ー、とジャパンだけで売っているものえっとジャパンだけだったんですけどその頃ってあのすごい日本の力が大きかった時代なんですよ<ー>ジャパン社がすごいヨーロッパ社だとかヨーロッパの、はい アメリカの本社までっていう風に影響を与えちゃう時代で、<ー>それぐらい日本のマーケットっていうか東京のマーケットはすごいアメリカとかヨーロッパのマーケットにすごい影響を与えたんで、ファッション、ファッションとしてそのジーンズで特にリーバイスのチームにとって、そうなんね、だから逆に会議日本の会議にヨーロッパのすごいチームだとかアメリカのチーム来ちゃうんですよ<ー>全員。 で日本でやってる何なのっていうのを見に来てもらえる時代だったんで何が魅力的だったんですかねなんだろうなやっぱりそのこまその頃まで日本製作れてたんでん日本でものを作れてたからやっぱり日本でもの作るって今日もジーンズのお話しされた時にやっぱり日本で作るってすごいよねっていうのをすごい何だろうな言われた時代だったから余計行きたかったんでしょうね見たくても。う すすごいいいい時代でしそれ何年ぐらいですか2000ちょうどだからえっ、ー、と14年引いてだから17年前だからちょうどあじゃあ2000年ぐらいですねすごいデリーバイスには6年いたんで、ね、6年ですねはいでその僕ねリーバイスで一番嬉しかったのはやっぱりサンフランシスコの本社に行きたかったんですよあとはサンフランシスコにあるんです、ね、そうサンフランシスコです<ー>もうやっぱりそのリーバイスの本社に行って やっぱりその逆に呼ばれたんですよプレゼンしてくれっていう日本のプロダクトが見たいからっていうのをやっぱこう橋が見えるわけですよリーバイスの本社からやっとここまで来れたなっていうこう涙を流してしまうようなこうシーン橋見えます自分がプレゼンしてるところからこうやってすごいここまで来たかっていうのでもう人生一回終わりみたいなでも本当にそこまでやっと来れたんですごい。 泣いてましたもん。夢がありますね。すごいびっくり。サンフランシスコにあるんです、ね。あります。なぜ、なんで。やっぱり。やっぱり、こうなんだろう。サンフランシスコは、だから、もともと、ほら、あの、これですね。金が取れてっていうのがあって。うん、そこで、こう、ああいうふうにジーンズのブランドがいっぱいできてったんで。うん、いや、でも、ギャップの本社もそうですよ。サンフランシスコ。ナイキとかも、<ー>やっぱり西海岸だもんね。 じゃあそういうテクノロジーのシリコンバレーのもう前ってことですね前ですねだからね第二次んだろう産業革命みたいな時ですからきっと今第4次って言われてるけど歴史あるブランドですよね多分アメリカの人は余計リーバイさのこと知らないんだと思うんですよ あそうそう僕たちはすごい日本人なんか当たり前すぎるっていうかあとお父さんのジーンズっていうそうね言われてるんでん確かに確かにただ日本のマーケットはやっぱりその若い人もそうだし一番ファッショニスタにやっぱりリーバイスが一番支持されたんでうんそういうのもすごく海外のリーバイスの人たちにとっては刺激的だったんでしょうねっていう確かに確かにだってどのちゃんもリーバイスがやっぱりなんだかんだもう,もう キングですねもうなんか今やっぱりデニムってすごいブランドが例えばアクネとかうそういうちょっとデニムブランドじゃないこうまあデニムブラ,ブランドですけどいいデニムってすっごいいっぱいあるしそれ形から生地から含めてだけどあのポケットに勝てるものがないよね。 そうこのあのデザインかもめっていうかアーケードステッチのあれに誰も勝てないだからもうマイケル・ジャクソンに誰も勝てないって感じだよねキング・オブ・ポップなんかキング・オブ・デニムとかそこなんだポッケなんだで私は行き着いたいいデニムはたくさんあるけど歴史がね違う指導者もあ歴史もね勝てないよねそこは。お尻 のシルエットすごい大切に考えてるからその時にねあのマークがやっぱりないとちょっとドキドキしないかなって思います女子的な考えあのマークはあの最初のリーバイスから変わってないんですかちょっとずつ変化はしてるんですかもう相当いろいろ変わってきてるんですけどすあまあでも登録してからはやっぱりあれはだからもともとポケットに ジーンンズっっすすごいいっぱいぱブランドあったんですよもう、うん、で差別化するためにポケットにまず飾りステッチっていうのを入れたのとあ,ーあと赤たぼをつけたっていうのと、うん、あとレザーパッチをくっつけてあったっていうのがリーバイスのやっぱり商標の登録されてることなんでいやもうあレザーパッチもそれオリジナルつけたのはリーバイスっていうのなってるのな <laughs> が最初なんですね、うん デザインってだから大切ですよねそういうちょっと赤いあの赤いのもついてるだけでであと赤耳って俗に言われる耳耳ですねこれこれもリーバイスがもともと耳いっぱいのネ色あったんですけど赤を入れることによってうちの商品だよっていうために赤耳ができたんでなるほどリーバイスで学んで今でも大切にしていることってありますか今ねねおっしゃられた通りです 絶対これ超えられないんですもん。ずっと何年やってようが、多分ちょっとあ人生何年あるかわかんないですけども、多分行きつかないんですよ。ええちょっと待って諦めないでくださいよ。ええどういうことですか？あのポケットに勝てないってことですか？リバイスを超えることは一生できないんだよね。まあでもそれぐらいリスペクトしてるってことですよね。勝てないけど僕はできる限り頑張る。そうそこですね。すごい。 6年リーバイスにいてその自分の会社をそうです残したんですけどそれってまた外資系の悲しい話すると、うん、外資系って売れなくなってくると、うん、何すすると思います、うん、えーバイスブームがこう終わってないんだけども全世界的に見たらすごい売り上げ悪くなってて。 それが日本にもこう影響を及ぼしてくるわけですよおお<ー>。<え>給料下がるとかですか給料下がるとかリストラとかするんですけど<ー>プロダクトにまず影響を与えるんですよ何もっと安く安く作れっていうのが出てくるだからクオリティを下げろと本当はクオリティネバーアウトが なんですけど会社のあれはそれじゃなくなってくるのを僕のところの最後の年ぐらいからどんどん言われ始めてだから今まではすごいやっぱ日本のリーバイスはキングのきブランドだからキングの生地使ってキングの付属使ってキングのとこで縫ってキングのとこで洗うみたいにやってれたのがやはり生地の値段高いでしょあなた。 うん、これ日本製ダメ中国製に変えてとかってなった時にもう自分の中でリーバイスじゃなくなっちゃうるんですよ、ね、僕が作ってるものはもうこれはもうリーバイスじゃないっていうただ赤,赤いタブとさっき言ったステッチが入ってるだけのものになっちゃうっていうのが、うん、あまりにも自分の中で残酷でもうだったらもう自分でブランド作った方がいいやっていうふうに、んまあ、思うわけですよ。 まあでもいきなりやめて作れるわけじゃないんでそれはねユニクロさんとこ行ってまあ柳井さんと契約してもらってお金ちゃんともらって資金を貯めていきながらこうその人脈も整そそそえていきながらこう自分のブランドを作っていけたらなっていうのが第一ブランドとして選んだのが。うん DNA はもう完全にリバイスですもんうん、もう嘘も何もつけないんでただ日本人としてエドウィンさんにもいたからその DNA も流れてるんで、うん、こうミックスされた中でこうできてくるのはやっぱり今日ねお書きになっていただいてねかっこよかったですけどあそうそう実はあの今日あのステージの上で履いてたデニムはレッドカードさんのデニムで素晴らしいこれもねオーダーさせて純ちゃんのアイディアで。 私がオーダーに一緒にあのレッドカードさんに行かせていただいて<う>、ね、希望通りの素晴らしい、うん、すごい素敵なスリットをパンって入れて。やっぱ僕なんだろうなすごいアメリカとかヨーロッパの文化に憧れるのって、まあ、先週もやっぱロンドンとか行ってて、うん、やっぱディナーってあるじゃないですかちゃんとドレスコードみたいのがあ,あ<ー>がって本当にファミリーディナーもあるしなんかパーティーもある時にやっぱかっこいい。 よくちゃんとしていくわけです東京あんのかなとか日本あんのかなとか思いながら、うん、そういう時にやっぱあのジーンズでおスリットで来られたらみんなもう、うん、あのぶったまげますよ僕もあ,あ,あえて英語で言うけどセクシーだと思います本当に。かっこいいよ まあ、すごい、<う>すごい良かったですよね。レッドカーペット歩いてほしかったですね。逆に、ね。レッドカードペッてレッドカードペッてね。ぐらいな、すごいインパクトがあったと思います。うん。うんやっぱフォーマルっていうか、本当にパーティーでも。まあ、本当和気になれるんだなと思ったんで。んだって、ジュンちゃん、レッドカードでコラボしたのも、ディナーデニムって。名前つけてたもん、ね。そう、そう、そう。そう、なんか、こう、デニムって、カジュアルなイメージがあるから。 そうじゃなくこうテニムを着てこうドレスアップできるそうですよね。あの、うん、本当に今日ねちょっと、ねうん、かっこいい写真で持ってきたんです。けど写真？うん、僕が撮ったわけじゃないんですけど、うんうん、これそのユニバーサルっていう YKK さんが今買った会社なんですけどね、アメリカの一番古いボタン屋さんなんですよ。ボタン屋さん、うん、ボタン屋さん,屋さんそのボタン屋さんが作業の時どういう格好をしたかってあって、これ工場の現場の写真が写ってるんですけど。

だから、決して作業着、作業してるけど、かっこ悪い格好してなかったっていうのがあって。いや、だから、そう、こうまる、なんだろうなあって、ある意味、こう、やっぱ、こう、かっこいいですよ。これで作業するみたいな。うん。そ本当だ。だから、アメリカの人って、多分、まあ、いろんな工場の、やっぱ、写真見させてもらうと、やっぱ、その頃。結構、つなぎ来てるけど、蝶ネクタイしてるのが、が、普通なんで。 てえー、で僕はジーンズって、うん、自分の中では別にカジュアルだと思ってないんでそれを今日すごい「やったよ、えー、っ,っていうのが来たんですねっていう,そう,そう最初にそのショーのことの話を聞いた時にドドちゃんと話して「どうする?」っていう話から。うんうん なんか好きにも、ね、コラボさせていただいたしちょっともう見慣れてるこうシルエットだしなんかちょっと,い面,白いと面白いことしたいよねっていう話からそう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 なんかですよねだから僕の中だと2つパターンが多分あってあれ,あれは浮かばないですけど切っちゃうっていうのが <laughs> であとはすごいなんかモーグルフレンドみたいなのやっぱはかないんですかねあんまりね太いやつの本当にリーバースの中古みたいな私 ないですね、うんうん、それはやっぱりあ,あんまイメージ的にないんですかねないかもしれないですね、うん、だからやっぱこういつもこうピ,シッピターっとしてる感じなんですかねだからね最近はちょっと気分も変何、ね、かストレートデニムなので今日のデニムそのアレンジしてもらったのも、うん、いつもの純ちゃんの好きではなくて,なくて、ね、ちょっとだけストレート気味のもの、うんうん に切って横を太もものところまで切ってそうねもうちょっとなんか緩みのあるのが最近気分かもしれないなだけどボーイフレンドボーイフレンドね多分似合う体型じゃないのかも、うん、上が細すぎるとダボダボえそういうのじゃない性格ってこと性格 え、なん割とピシッとしたいタイプなんですよ、真面目で。ああ<ー>、なので、内面を読んでスタイリングしているという。いやだからいや、<laughs> デニムマインドリーダー、<laughs> スピリッツ、心心なのでその真面目な部分とあとピシッとしたい部分と例えば黒が多い黒の洋服着ることが多いところもそうなんですけど、なのでこうスキニーを履いてる 方が落ち着くんだと思います気持ちがじゃあ似合う似合わないとかじゃないんだうんだって全然ボーイフレンド似合いそうですよね客観的に見客観的に見たらだけど自分が履いてて気持ちよくないんだと思うじゅんちゃんがうん。そうかもピシッとしたいんだねしたいんだよそうかも真面目なのよ真面目 だから五十代になったらちょっとあれなのかな。か四十代かボタンだけど、うん、またちょっとこう変化があったとき毎年変化があった時にデニムに変化もあるかもしれないけど、今のとこはまあとりあえずピタッとパンツだよね。まだ硬い。うん。うん、へー。旅は長いですね。これ長いですね。ジーンズが,ジーンズ,がジーンズの旅が、うん。だから私ね一回。 代もうハワイにいた頃はもう毎日デニムショーパンもうそれがもうみんなのスタンダードだったんですけどで日本に来てちょうどデニムのショーパンはごめん10代の話じゃあ今今ハワイに行った時10代だ10代十代の話10代のハワイの今もハワイにいるからさあんごめんごめんごめん10代のヒストリーとしてあそう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 ショーパン今もだってショーパン履いてるじゃんあ履いてる履いてるそう んで、あのー、日本に来た時はああいうフレアデニム、ね、多分はやっててああいうそれこそ「true religion」とか、うん、そういうデニムがすごいはやってたので。でそっからなんか自分はこうもうちょっと大人のスタイル にこう変化してたんだけどやっぱりデニムイコール若いっていうイメージがあったからデニムを回自分のクローゼットからいつもうなくなっちゃったんですよ。でドドちゃんと会って3年前ぐらい、うん、なんかその大人っぽくシンプルに自分らしくデニムの着こなし方を教えてくれたのがドドちゃんでそれからもう毎日もうデニムしか履かないみたいな。

これがないと可愛くないんですよ。<laughs> ああ<ー>、そう<で>か。で思っちゃってる。うん,うん。ね。かもめ。かもめ。うん、な,なん、の話。<laughs> ちょっと、ドドちゃんに振ります <laughs>。はい、ありがとうございます。11月に。初めての。スタイル本。を出すんだよね。はい。しかもタイムリーに、丸ごと、ジーンズ。 の本はいそうなんですタイムリー、ね、最初、うん、その本をなんか出す話、うん、出したいんだよね、うん、とかっていう話、うん、すごく覚えてるんだけど、うん、最初からデニム本っていう話じゃなかったと思うんだけどどうやってそこまで至ったのなんかそのプロセス知りたいの、ねえっと、まずはなんかシンプルであること、うん を本にできればいいなって思ったのそのスタイル本っていうよりはなんかマインドとか気持ちもシンプルで格好もシンプルであまり物を持たなくてもファッションのことが語れ,語れるといいなって思っていてで,で、えっとまあ、編集のワニブックスさんの編集の方と何度か打ち合わせをして。 でえっと、まあヒントとして川北さんがもうデニム3本とかで何かこう本一冊にまとめるといいんじゃないかっていうのを言ってくれてそれであもうすっとこう自分の中で確かにそのデニムそんなに何本も,も毎日こう。 何30日やったら30本違うデニム履いてるわけじゃないからほとんど同じようなデニムを3本ぐらいを履き回してるからそのねワンシーズンっていうかでそれでもうあじゃあそうしますみたいなあじゃあもう全部デニムにしようってなったんだうんうんう<ー>ん <laughs> <laughs> 3>, <laughs> で3本しかデニム出てこないんですかねそうなんですあ本当にそうなんだそうなの だけどそれにだからスタイリングまああとその体型別の話があってこういう体型の方はこういう3本がいいんじゃないですかとかそう,ういうページがあったりとかじゃあハウトゥーもあるんだねどもあったりうんすごいナイスアイディアですよねデニムってね本当僕からするとやっぱ本当に難しいアイテムだと思ってるんですよねすよね実はすごい難しいアイテムで、はい、きっと わかんんんないでで生きてる人たちがほととどだと思うんですよねその女性の方って。でメンズのチームは勝手に思い込んでるだけなんで自分はこれかっこいいとかっていうふうに、うん、多分だから女子的に見たらこんなすごいいっぱいある中からどうやって探し出すのかなっていうそ、うん、そっかそう。 男性絞られるのにそれにすごいブランドも少ないし確かに。で僕たちビジネスで言うと8割がやっぱりウィメンズで20%はメンズって言われてるんでそれだけこう選ぶものが少ないわけですよ。うん ででもイメはは特に日本っていいいうのすすごいじゃないですか日本細いスキニーからうん、うんね、ワイドパンツまであるわけで,で,、ね、でアメリカの人はあんま太いのなんて開かないじゃないですか僕はそう思ってるんでバギーとかああいうの、ん、を、ねね、でも日本のマーケットってすごい広いので、まあ、多分僕世界的に見て異常なぐらいフィットあるんで<ー>デニムが。デニムのその うん、まあそれだけデニムのことが好きな人種でもあるってことですよね,すね日本人は、うん。でもそっからどうやって漂流してる中で探すのかなっていうのが、うん、多分さっき言った三フィットぐらい僕もあれば一番いいのになって、うん、だから僕の時代って良かったのは多分選べない時代だったんですよ。 俗に言うジッパーフジップラインのゴー丸ゴだとか、じゃブーツカットのゴーだとかっていうにも極端品末しかリーバスないんで、それどうするかしかもないわけですよ。でそれを太く履くとかちっちゃくぴったり履くだとかっていうのやっててきたんで、だからそういうお尻は必要なのかもしれないです今ねそうですね。なんか情報がありすぎるとあんまりそうかももっとシンプルに考えていいんだよっていう。それはもうもう出来上がってるんですか。はい。 ほとんど、まあとは入庫するだけって感じなんですけど。楽しみ。そうすごい。デニムの手入れってどうしてます？もざわさんと弟ちゃん。私はもう全然何にも<ー>あの逆にあのでも裏返しにして洗濯機に入れます。ああ<ー>、そこはでも男性と考え方が全然、まあ多分すごいオタクさんなので、オタクさん <laughs> <laughs> そんな私の言ってることを言ったらもう怒られそうだけど、うん。 僕は違うんですよやっぱガンガン裏返してもうんかそういう時だけ僕女性になっちゃうんでご飯食べたととかに入ってた時になんか匂いとかついたら嫌だなとか,とかそういうのもあって。 本当に嘘つかないのはいい生地使ってるものって洗ってった方がすごくこうあ<ー>糸が締まってきて風合,合いが良くなったりするんで、うん、色落ちとか気にしないですか気にしないですそれはそれで味い、うん、リジットみたいなの入ってる時はもうこれは申し訳ないですけど洗わないんだやっぱり,っぱりそういうのはこれは今日やっぱ生なんで生デニム私の生のこう顔を楽しみたいからそれは一生 そうです、ね、生のまま食っ,っちゃうとじ人生変わっちゃうんでっていう僕言うんですけど、うん、でもいつか来ます洗う時がきっとあき来るんですねうん、うん、それはもうへえどういう時ですか <laughs> いやもう気分変わってやっぱあ水洗いしたやつでさらっと履こうかっていうまあ<ー>まあ今は生を楽しみたいってことですよね え私コラボした、あの、ダークデニム、あれ、は生なんですかね。これはね、一応水が通ってる。通ってるんです、生に見えるけどね。水押ししてるんで。でね、リジットって、実際、今日、僕、ちょっと持ってきたんですけど。それ、どれぐらい硬いかっていうのを。うわ、すっごい、もう、音がやばいよね。これ、でも、あの、黒の。黒の、リジットですよ、これ、洗ってないと、こうなっちゃう。洗。あ、ブラ。買った。うん。うん、すごい。 でちなみにこれもそうですけどこれストレッチなんですけど洗ってないとこういうバリバリのり、うん、があんまり効いてるみたいな感じですよねで一番まあ硬いのは綿100っていうそのストレッチも入ってないでこれが一番ヘビーエイトの14オンスなんで、まあ、ザ・リーバイスですよね<ー>そうするとこういう形になるんですよでただ見てもらって分かるんだけどこう綾が立ってるじゃないですか、はい、デニムって綾織り物んなんでこの空間にこう白い糸横糸が見えるのはやっぱりはいはい、はい デニムっってていうのがあってそうするとこれもそうなんですけどやっぱ白い糸をが見えることを楽しみたいというかそれをこう自分の中にあるんで<ー>こうマットじゃない凹凸に一番好きなのは自分もリジットなんですよやっぱり501って本来洗ってなかったもんなんでリジットって何ですか生生あ生で生で色を見てどうするっていうことをいつもやってるんで。 じゃあ生から始めるんですね生から始めてってでだからその代わり加工場に行ってこう洗ってもらってこういうふうに落ちるからっていうのを選んでくって<ー>で今日はちょっとリジットを用意できたんでこう見てもらった時に本来はこのケージ変化何も起きてないんで<う>いや硬い,硬いです、ね、硬いです<も>でもこれを生のまま履いていくうちには柔らかくなっていくのりが抜けていったりするんでん洗わなくても、うん、基本はのりでこう縦糸固めてってるんですごーい。 ね、デニムを着る女性ってなんで見る的だと思う <laughs> 急に来た <laughs> いやだけどまあこれは私本にもたくさん書い,てる書いてるんだけどそのやっぱり30代まあ20代後半ぐらいからデニムが好きだったのになんかはいてる自分がちょっと違って見えたの。例えばなんか まあ私の場合ちょっと猫背だったりとかするのでこうちょっと適当に履いててもそれなりになったんだけど20代後半の時にあれちょっとなんか足が短く見えるって思っ同じデニム履いてるのにで多分それってちょっと体型がちょっとだけお尻,がさお尻が垂れちゃったとかそういうことだと思うんだけどそれをきっかけにこう。 美と健康っていうか体型のことをすごい気にする結果になっちゃったのデニムが好きなせいでデニムを履きたいから美しく履きたいからそれからデニムに対する考え方も変わったしやっぱりちょっと色っぽく着たいっていうかさスタイルよく見せたいとかもちろんあるから今まではそんなこと考えたことなかった20代の前半とかは。 なのでそういう意味ですごいこう襟を正す<ー>みたいなそのシャツみたいなジャケット着るみたいな感じでデニムをはくって私は考えてるから<ー>なんかすごい気をつけなきゃいけないことがたくさん,くなんか逆だだと思いがちだよねそなうるのですよだから僕はジーンズってすっごい難しいものだと思ってるんで。うんうんうん 本当そそうなんでそれにあの素晴らしいなっていうのはやっぱりジーンズが人を映しちゃうんですよ本当にその人の生き方とかそういうのい全部この人だらしないかもしれないなっていうのはやっぱりジーンズで分かっちゃうんでじゃあ本澤さんはそのジーンズを履いてる女性なんで魅力的だと思いいますかどういう時に魅力的だなって思いますか どんなふうになってても結局かっこよく見える人と見えない人がいるんで多分そのさっき言ったそのいろんなことだと思います。とかあとこう僕あんま好きじゃないのは気合い入りすぎっていうのがもうだめなんでやっぱそのどんなに気合い入っててもやっぱりジーンズでじゃあ抜けてる抜けてる人はやっぱこの人すっげえおしゃれなんだろうなっていう。うまあ、抜け感を出せる勇気みたいなのもありますもんね。 一つ間違えるとすごいダラシがない。一つあの成功するとすっごい洒落レて見える。紙一重だから。なんかそれのこう境界線を越えてる人ってすごいいろんな意味で上手ってことになりますもんね。考え方も含めて。えじゃあその本ドドちゃんの本に。 それも書い,てある書いてあるっていうかねあのインスタグラムで質問をこういっぱいもらったんですよこのデニム本を<ー>それを自分であのストーリーで応募してうん、うん、そしたらいっぱい来て<ー>ダイレクトメールが。あで,そ,れをでそこで本で,こ本で答えるんだけど答えてるうちにもう自分が気をつけてることとかっていうのがこうどんどん出てきちゃうじゃん。だからすごいこうかん余計に考えさせられたしあの向き合う。 ことになったんだけど、うん、やっぱりデニムから学んだことがたたくさんあるな。っていうのをこうやればやるほど。書けば書くほど出てきたって感じ。へえ。楽しみ,みです、ね。楽しみですよね。<laughs> <laughs> デニムの未来はどうなると思いますか？デニムは変わっていくのかなと。差が出ちゃうかもね。だから、あの、うん、高いものは高く？高 ののものがあるし安やろうと思っのユニクロみたいにか、ね、だから僕はレッドガードにやりたいのはやっぱりそのリーバイスの精神を忘れないでやっていくっていうことをしたいと思ってるんでうん、うん、だからまあ生地もほらカイラさん使ったりだとかコーンの生地とか使うんですけどもやっぱりリーバイスが僕のいい時代に使ってきたものを維持していくこととあと基本的に縫う工場もやっぱりリーバイスを縫ってた工場にしてるんですよ日本の工場って。洗ってるところもそうです リーバイスが洗ったところで工場を使ってる、あと付属屋さんっていうその糸糸一つ一本にしても縫う糸もそうだけどボタンもそうだし基本的にはリーバイスのやっぱ一番さっき言っていけてたっていう時代のところを突き詰めてるで,でもそういうのは一切言わないんですよ。そうですよ、ね、<う>なんで言わないんですか？言っても女の子にわからないのかなと思ってるし、<laughs> <ー>言うことでもないのかなと思ってるそっかそっかそっか。よっぽど好きな子じゃないと。 そうかもねかあとこう履けば履くほど自分の足の形になっていくきにやっぱりいいデニムの素材の方がいい仕上がりになるんだけどそういうのってね,ねだから僕は本当に好きだったやつが10年後でもやっぱ好きになっててもらいたいんで全く好きかどうかわかんないですけれどもやっぱ捨てらんないっていうものを作っていかないと。 結局、それが一番、今言うね、大事なことなのかな。えレッドカードは、な、十、十年、年年ちょうど十年だ。<う>アニバーサリーありましたもんね。で、最初から、はい、あの、いたってことですね。そ,すねその最初のレッドカードのビジョンっていうのは、何だったんですか。それは、もう、やっぱ、りリーバイスを作ろうっていう、あれだったんで。デビュー当時は、本当に、木幡っていう、さっき言った、ね、あの、リーバイス、本当、五マルチを使って、る生地を使って。ボタンフライだったんですよ。うん ジッパーフライじゃないですお<ー>ボタンナップですだから、うん、でもともと僕はボーイフレンドを作りたかったんで、うん、ボーイフレンドを作っていったのがレッドカードの始まりなんですよ。うんがもうほん10年前です。だからすごいジュンさんとやらせてもらって歴史的に来,来たのはお二人に会うとやっぱりこれ,これが生まれるんですよねっていう。 ああ、純ちゃん。ああ、なるほど。これ、あの、今日、内川君って、カヤラさんから、生地屋さん来てくれてるんですけど。はっきり言って、記事一から作ったんですよ。だから。ね、そうですよね。これ、もともとアペー製の生地なんですよ。アペー製の生地の。アペー製の生地アペー製も20年ぐらい、アペー製、カさんの生地使ってる。んでも、私、イメージしてたの、アペー製の、この、ちょっと固めの。このダークブルー。あ、そうだった。で、アペー製の生地で。 横だけ伸びればいいんだけど、やはり細いです。好きそうそうそう、我々にとっては、うん、素敵なスタイルなんでやっぱり。そうすると我々一般の人たちいるときに、やっぱ無理だなーっていうので、うん、じゃ建物をばそうっていうので生地<ー>にしたんですよ、うん。あかかよ、ね、だからこれこのコラボなかったら生まれないんでこの技術地自体は。ニューテクノロジーだ。う。だからすごい。 ツーウェイストレッチなんだけどやっぱあやめたってできちんとデニムらしく見えてうでこういうものがこうなくなるわけじゃないですか「病」ビョーって僕たち言われるけどこうリベットがない方がカジュアルに見えないとかっていうところをこうやっていきながらできてるんでうんそういうなんかこうなんだろうないろんなものをこう逆にいつも教わるんで女性からそのジーンズを僕の場合には、ねうん。本当に <laughs> こうすごい悩むんですよ。そういうのでいろいろこう、うん、あリベットなくなっちゃったなと、まあいろいろ考え深いってことですね。ああ、無くなっちゃった。やっぱり無くなるよねとかっていう,うえあと一ついいですか、うん、質問して、まあ、そのやっぱりデニムって岡山って言われてるじゃないですか。そ,そのすごいシンプルにそれはなんなんでなのかなっていうのをし教えてもらったことがなくて誰にも。 どどうううしてですかどうだろうな要はだから貝原さんの歴史って実はアメリカのコーンミルズと同じような歴史を歩んでってるんです、はい、実はでかすりから始まってるんですけど着物そうそるんですか着物から始まってるからでも要は着物ってその当時はちょっと言い方違うかもしれないけどやっぱ作業着なんでうん、うん、でリーバイスも作業着じゃないですか, <laughs> かで岡山ってユニフォームとか塗ってるとこいっぱいあるんであじゃあやっぱ縫製工場もたくさんあるし縫製工場も含めてだからそのやっぱ 作業着を作っていく中でね土壌れたのかなーって僕は思ってるんで。<ー>ただちょっとぶっちゃけの話したら、はい、実はでもエドウィンさんの工場が秋田青森にある工場が世界で一番すごいです。え。なんでですか？それはその<ー>一番綺麗にファイボケットっていうジーンズを伸ばせようと思ったら、すごく一番綺麗に出るのは実はエドウィンの工場だっていう。それが秋田県にんですか。秋田県とか青森県にある。自分もやっぱりそれでやってきたんで。 それはもうエドウィンしか使えないしかなゃいけないです今<ー>今伊藤忠さんに代われちゃってるからレ<ー>ッドカードさんはどっちで使ってっとリーバイスの方の工場だから岡山のき継ぎで縫製っていう方のあれの、ね、島根の工場。 全国にあるんですね工場が工場が残っているところではまあ僕の夢はやっぱり逆にレッドカードを本当に最終的にエドウィンさんの工場で練ったらそれは世界で一番クオリティの高いものになるのかなとかっていう,こう<ー>いろんなこうことを考えながら来ているのでちょっとオタクすぎてわかんないん <laughs> ね<ー>やっぱ縫いってすごい、うん さっき生地も当然なんですけど縫製っていうのがその次なんでやっぱりやっぱ、あのー、お刺身もね切り方で全然味が変わるそれと一緒ですもん切れ味切れ味が全然って言ってたじゃん純 <laughs> ちゃんが野菜一つにしてもこうそ<う>切り方ででも色味って高いキャ高いほどいい僕は意味があると思ってるんで、うん、もちろんだからそのすごい シャネルとかやっぱエルメスじゃないすかんわかんないですけどそれを見た時にはやっぱりすごいなと思うしうん奥がねこの方性何みたいなふうになるんで,んでぶっちゃけグリーンの吉原君は僕たちの後輩ですからね彼あのは本当にあのパターン引いたんで。えー やっぱ男の人ってそういうところがちょっとうざいところがありますよね <laughs> だからさシンプルだからこそだよね<う>だってそこ <laughs> パターンがないんだもん。 そうだけどさ、でも言わないから、言わないからいいでしょ普段だからこう。もうじゃあ終わりじゃん。全然いいんですから言わないで、もう絶対嫌われるよ分かってるんだもそう思う。いやでも憧れも、もう私には絶対持ってないものだから持てない、持とうと思っても途中で諦める。 うん、その法性をこうじっと見るとか、<laughs> そう, <laughs> そう無理無理みたいでもオーラで見えてれば大丈夫。<に>ね、<laughs> でぶっちゃけそれが格好よくなくて意味ないんですよ、ね。そうなんですよね。もう自分い,い、ね、まあ着地点としては、それが格好よくなかったら意味は全く持たないんで。 そこでこうあいいねみたいに言ってたらもうそれで終わっちゃうんでねお刺身と食べてもらってやっぱ美味しいいや美味しい方がそれ美味しいなかったらもうダメそこは一緒です考え方はじゃデニム最高のデニム作るのよねやっぱ男性と女性のコラボレーションが最高かもね僕そうそう思ってますいや絶対そう思うあのそれは別にデニーズじゃなくても政治もそうだと思うしなんかやっぱりどっちかがこう 上に立つってすごいよくなディティールはすごい,いや僕自分がやればいいと思ってるんでただ今欲しいのこうだからさーって言ってもらったらそれをいくらでもこう料理の仕方で変えるわけじゃないですか,、はい、かそれでそういうような仕事だと思ってるんで僕ほらさっき言ったように一日会う仕事の時に男性と話すことってほとんどないんですよ。うん、打ち合わせ本当に女性の方ばっかりなんであそうなんですよ。うにあの 今十ブランドぐらいあるうちのやつもほとんどがじょ女子のブランドなんでそうなんですね、えー、そっかだからもう本当に本当この人と話すことってないんで<ー>本当にいじめられてますいっぱい <laughs> 女子に <laughs> でいじめられないとできないんでやっぱり今は <laughs> うん十、うん、ブランドをやってるってどうやっ だまあでもプロデューサーなんでやっぱその一個一個のディテールそのなんとかまでまあやらないですけプロデューサーデニムのプロデューサーって実際ど,どういうことですか。ブランディングを作っていってそのまあのそう最初のコンポーネンツを作っていってそうです。とかあとそうマーケットをどうするだとかそういうのやってい,いながら値段とのバランスとかね。なるほどなるほど工場とかそこに工場含めてすそうで、ん、すそうです。そうですうん あと記事がどう先ほど言ってどうするだとか付属どうするだとかっていうのはやっぱ値段によって変わってくるんですうんそうですよねそ,そ,そ,それがわからないとでできない仕事ですよねうそういうあれですね、うん、面白いだから僕ねあの食べること大好きなんで<あ>自分では料理し,しないです <laughs> 何が好きなんですか和食洋食何でも好きなんですけどあ,あのね ちょっといつも僕言うんですけどエドインの大先輩でも亡くなられちゃった小林道和さんって大先輩、はい、多分日本のジー業界で一番の人なんですよ。ベストジンストでも一番当然いらっしゃるエドインのその一番その僕の師匠が言ったのは「いいものを食べないやつにはいいものは作れないよ」っていうのをもう知ってるみたいなその返事の <laughs> えそれそれみたいな。何何え それ聞いたことあるな初めて聞いた。たさん、多分いろんな。マッサージもそう思いません。マッサージいっぱいされてる人は、やっぱマッサージするのもうまいっていうこ。分か,るからん。あそういうことね。え、そういうことじゃなくていいですか。違うよ。いいあ、間違っちゃった。いや、えー、っと、いいものを食べる人は。<laughs> まあ、いいものを作れ,作れる。一緒じゃん。 それはでもあれでしょその方がおっしゃってるのはいいものを食べる人はいいデニムが作れるん私だってすげえいいもの食べてるけど料理下手だもん僕はそういう意味では違うデニムそうねそうだから違ういいものを食べて違うところでいいものを作ってればそれでいいですよねうからそれでスタイリストとしていいあの クリエイティブができてればルーツは食なでもそうですよもう僕食イコールジーンズと同じなんで1回でもあるわけじゃないですか安いものから高いものまでだけどその中で本物って言われるものを食べた時にやっぱ美味しいと思えればそれがまた帰ってくるんだなと思ってるんでハワイに行きたい。 あの想像できないハワイのステーキ食べたい <laughs> あステーキ <laughs> <laughs> ウ,ウルフギャングじゃなくて,て BLT 昔からあるハワイのステーキ屋さんってまだあんのかなえそのさっき言ったウルフギャングじゃないみたいなウルフギャングじゃないと思うんですけど新しいもんねそれは名前は 僕ねこうやって,いいここえって結構すごいハワイ行ってたんですよ <laughs> すごい超ネクタイしてそうそう超ネクタイしてないんですけど <laughs> 今はしょうがないもん <laughs> <laughs> <ー>僕、ね、ハワイ,イまたすごい思い出があって、うん、エドウィンを辞める時に今でもエドウィンさん残ってるんですけど広報の子が安藤くんっていて同儀だったんですよで彼とすごいそのブラビのこととかいろいろやってきてまあエドウィンの やめたた子が結婚式だっんですよハワイでみんなで会社休んで行ったんですよ。でその時に彼に「やめる」っていうのどこで言おうかなって思った時にオアフでちょうど彼サーファーなんで僕奥さんみたいなんですだから一緒に行ってもう僕下に行って。であそこのノンシュアーに行く時にパイナップル畑があるじゃないですか。あそこで俺も やめる。っていうのと、ちょうど宇多田,田ヒカルのブームの時だったんで。<べ> <laughs> うん、宇多田,田ヒカルオートマチックじゃなくて、じゃない、<laughs> もう、あの、僕ボニークラウド大好きなんですよ。え、わ、うん、かんない、それ。え、私、わかんない。<laughs> なんですか、ボニー、ピンク。<laughs> ボニークラウド。 え？もう本当言うんですけど、俺たちにあそわないっていう映画があるんですよ。あ、映画。それ日本語タイトルなんですのサントラなんですか？それで宇多田ヒカルがボニー＆クラウドみたいに生きるからさっていう風に曲があるんです。あるんですよ。え、それなんですか？タイトルそボニー＆クラウドですよね。ごめんなさい。あ、ボニー＆クラウドね。あ、すいません。い日本人なんで。ねえ、ねえ。クモ。 それのその曲があるんですかありますでもその曲は知らないを聞きながらそれを言ったんですか安藤くんがもう歌だけか大好きでうなんか告白みたいじゃないですかでもすごい安藤ますよやっぱ言えないんですよ10年間もうそういうふうに生きてきてタイミングないですよねまあバッテリーみたいなもんだしさっき奥さんみたいなもんだねそのサービやってる時とか待ってるわけだからって言ったらどうよ。言った時にはもうショックを受けてたけども 自分の行く道行くしかないんじゃないみたいな話になった時にハワイにいたっていうのを思い出したんですよだから純ちゃんの純ちゃんっていついいか分かんないですけどもやっぱり今 JAL のあれね履いてくれてるのを僕は分かるんですよ。ボタンを見た瞬間にそちょうどこうブラウザー出る時画面出る時にちょうどボタンだけ見えるんですよ。 気に入るとそれだから今日はあのゲストリストの村上社長いますけど僕がもっといじめられたいですだからねなんかねもっとジーンズ作りたいこのお二人の言われるあれをこう<ー> <laughs> 作りたいです<の>いろちょっといろいろ、うん、いろんなバリエーションを作りたいよね、うん、3つあればいいっていうのをなんか完成できたらなっていう、うんうん、あそうだよっていうかドドちゃんんその本となんか いや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 で,でももうレッドカードは純ちゃんの私はサポート役として <laughs> あの参加させてもらってるだけですごい嬉しいでもそこがなんか今ね本をかお書きになってこうう実地できるものがきちんと作れたら,<ー>らそれで僕はリーバイスじゃなくて <laughs> <の>リーバイスそ<の>あそうですね 一つは達成なんですよだからかもめっていうかステッチがなくちゃとか若いのがないとみたいなそこはもうギャルっぽくでも二人が同じ思いじゃないですかだからちょっと面白いものを作れればいいんですよってねでももっともっと言ったら最終的にリーバーズが作ってくれないって言ってくれちゃったりしたらそれは私の目標です人生の。でももそうやってて僕生きます いつかやっぱ本座にやってもらいたいなあ狙ってるところ一緒ですねじゃあ3人で狙いましょうそしん。キング・オブ・デニムキング・オブ・デニムうんここで言っちゃった方がいい言っとい世の中にこれを発信し発信した方がいいでもいつか夢は叶うかもしれないなと思っていやもうもちろん叶ってるじゃないですか持つのってやですよねそのハワイの安藤さんは今何されてるんですか えこれかからのビジョンってあるんですかやっぱり僕は最終的にやっぱりリーバイスに戻りたいっていうか <laughs> ーリーバイスをとかできる人になりたいなと思ってるんで本座は変えていいよってリーバイスをもう一回っていうふうにさらに真面目にもう大,、ね、うう大好きな、うん、でも「ファイブポケット」って僕たちが言う何も変わらないこのコンポーネントって呼んでますけども絶対に変えられないデザインを ねもう一回できたらなと思う。うんうんいいですね。5丸1、1 1> っていう結論になっちゃったけど最後いやまあでも正直な気持ちですもんね。面白い。でもそのためにはあのやっぱり世界中飛び回ってないといけないんで、うん、やっぱ自分が一番情報を持ってる人間だってにしとかないと、うんうん、やっぱそこに価値が生まれないで。強みがねそうですよね。だから世界中の今年が一番飛んでるんですけど本当に。 いろんな記事屋さん行ってその記事をちゃんと確かめて、世界、うん、<で>の、そうですね。一番いいものをどうどうやっつけて,使ってか、ごめんなさい。日本以外でデニム生地いいの生地作ってるの、トルコもあるし、トル,トルコってすごいいっぱいあるんですよ。やっぱ記事屋さん。えー、でアメリカもないですけど、あと中国もやっぱレベル上がってきてるから、えー、今言ってるコストのこと言われるけど、でもここのレベルで作りたいものをやっぱ供給しなきゃいけないから、えー、そういうものもやっぱ実際に記事屋さん行かないとわからないんで。えー

はい、縦も伸びる方がいいからっていうふうに「う縦伸ばしますね」っていうふうにやれるんでんやっぱそういう時は日本語喋れるのはいい,いなと思いますよ <laughs> そうですね。ねそうそうってことですけど面白かったです。面白かった。うん、じゃあ最後にちょっと本沢さんの、えー、とプロデュースしてるブランドをあのぜひ聞いてる皆さんに教えていただきたいんですけど。わお トップ3でもいいですよ一番は、まあ、当然ネットカードなんですけど、はい、ちょっと今日これお土産になるのかどうかわかんないんですけどちょっと持ってきたんですねやっぱ一番ネットカードなんですねそうですこれタイマシンあーシーンっていうブランドやっててこれタイマーシンユアローズが すごい洒落てるあのセレクトショップなんだけどこれ先週大阪に初めてお店できてこれコンミルさっき言ったホワイトオークのそのホワイトオーク工場の最後の記事なんですよ何ホワイトオークの場所アメリカの場所ですよねその501技術を作った工場が去年の12月31日に閉めたんですなんで買い取らなかったんですか買い取らなかったんですよ 声高くなっちゃった <laughs> 裏返しでそこの工場がその125周年で作ってこれピュアインディゴって本当のナチュラルインディゴなんですよだから他のはナチュラルインディゴじゃないんですか合成インディゴですよね染めてるあ染め顔料がケミカルってことですか、ね、ケミカルなんですけどこれはカルフォルニアの本当にあに僕たちで言う本当の愛なんで。 で染めててこのセルビッチが白いっていうこうそう赤が入ってないんですよっていうモデルを今回作らさせてもらったんですねうん、うん、で僕その今週ニューヨーク行くんですけど一本はそのその企画の社長がやっぱりリバーシィだからずっと付き合ってもらってるんでそこにプレゼントしようと思ったんですけどこれはハイライズで701なんでだからこう どっちかって太いんですけど、うん、どう思われるのかなと思って持ってきました、うん。え、くれるってことですか <laughs> え,えいただけるんですかえ、履いてみたー。うん、私も。ていうかこの硬い生地がすごい好き。これこれ僕が洗いたくなかった理由ってそこなんですよ。もう100もうう工場でこの工場で二度と生地作られることないんで。うんスペシャルですね。そうだ,だったらこう。 それを知ってもらいたいし織り上げられたものさっき言ったように何もでされてないんでんホワイトオークってなんだ地域の名前が可愛いあのグリーンズボローですね,いいねグリーンズボローですよん何回も<う> <laughs> 分かんないグリーンズボロー,ノースキャラルですねうー でそこが、こがキャロラ,ライナのグリーンズボローのホワイトオークっていう、もう一回言山梨県の何々郡の,の、ニューヨークから飛行機ですごい一列しかない飛行機だから、二列だから要は真ん中に壊って、あ,あもうちっちゃい飛行機じゃないと、ね一時間かけていくんですけど、<ー>その、あでもニューヨークから一時間で行けるんだ、1> 1時間でもだいたい時間通り止まないで二時間ぐらい遅れて着いたらタクシーボタン押して呼ぶっていう <laughs> ウーバーとかそのなのなくてっていう。 ところなんですよ本に田舎なんですけれどもでもそこでゴーマル2の生地は125年間作られてきたんですごいでその生地を最後村上社長に買ってもらって作ったんですよ<ー>タイムマシンで,でこれ先週売らせてもらいましたやっとでねサイズがですねだからえっ、ー、とすごい太い太いんですよ長い長いで、ね、すだからアメリカ まあ、七マルチって、マリリンモンロージーンズって言われてるんで。これのそうですよね。こういうのをお履きになったら、どうなるのかなと思って、今日持ってきたんで。えー、履いてみます。履いてみ。二十六と二十七インチです。あ、じゃ、二十六がジュンちゃんだね。うん、じゃ、あ私二十七。オッケー。<OK> パターンはまんま、でも、本当リーバイス七マルチです。マリリンモンローが履いて。うんうん、キュす。すウエストがね。へー あり,ありがとうございます。大切に履きます。はい、そして本沢さん、どこのブランドと <laughs> あ,あそっか。ね、タイムマシンだからレッドカード,がド,カードはそう十年目なんですけど、レッドカードは十年目であってタイムマシンって僕もっとエゴがこうやってあるんですよ。本当はもうオタクを全部こう足切りたいブランドでロックさんとやらせてもらってるからうん、うん、タイムマシンっていうのがあり,、はい、ありますと。ロックさんがじゃあ二番ですか。 タイ,タイムマシーン2番これでえー、ともともとその後ファイヤーサービスっていうのがもともとあってそれはもしかしたらもしかしたらどっちかっていうとユナイテッドラスビューティーユースさんとか言ってもらってるんですけど、はい、若い子たちに履いてもらってるジーンズなんですよ。うんっていうのがあるんで値段もその買いやすいに1万2千円ぐらいとかでやってるんですけどその3つが僕の中でやっぱ御三家なんで、うん、あんだけブランドありますけど、ね。う で精神的には先ほど言ったリ,リーバイスの DNA がどれにも入ってるっていう,うん皆さんぜひ足運んでみてくださいよろしくお願いしますそしてドド、はい、ちゃんはいえー、本の紹介を是非、はいえー「ザ・ドドジーン3本のジーンズでスタイルは決まる」 ワニブックスから出ます。よる買ってください, <laughs> <な>い。いつ出るんですか？十一月中旬で、あと一ヶ月ですね。十一<ー>月中旬。十月十五か。うん、はい。本当にあと一ヶ月。ね、あと一ヶ月。 そうですよ。ねえ<ー>。ジュン受賞。緊張してたけどね今日なんか。いやいやいつも緊張するから。ああいうステージと。れ緊れてるんですか。いやすごい。離すのが苦手なんです。なんか <laughs> いや多分か噛んじゃいけないとか多分おも思うんでしょうねああいうところ立つと。ね、それが可愛かったんですけど。どうしていただいたて,て素敵だなと思うのはこうやっぱりこうちゃんとこう。 皆さんのね分かる潤様だけがこうやってるわけですよそうそう周りの残りの人たちこうガーンとしてるのにすごい心から自分がこう嬉しいみたいなふうにされたのに今日マスクされちゃったからもう見えちゃってねいろんなところがそういうのが精神的とか心のこわれを出してるんだないやもう出ちゃいますねどうしてもそういうもうだからすごい楽しそうだったなと思ってこう。 笑顔がね耐えなくて。すごい一回目にこう受賞してこうインタビュー話すときに iPhone の <laughs> 音が鳴ったお <laughs> そうそう,そうおじさまが目の前で iPhone の鳴っ <laughs> た鳴りました、ね。たね、<laughs> それにくくくって笑いながらなんかこ答えたんですよ。それがすごい可愛くて。うん <laughs> そうごめんなさいす。ごいタイミングだなと思いましたね爆あの会場で鳴らすだよ。すごい爆音でしたよね本当本当良かったですよ。いやで面白可愛かった。ありがとうありがとう本当にデニム素敵なデニムを作っていただいて。今一ページとしてこれから始まるという新しいまたジーンズが。 人生始めましょうこのトライアングルでぜひ何かぜひ是非ともマネージャー同士社長同士が話してだいてあっ面でのお話をまとめてだきながらそうですよね是非とも本当ハワイに行って一回打ち合わせをしたいっていうじゃ待ってますねあドドちゃんインスタグラムのドドアンダーバーチハルインスタグラムの名前 ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。ます本沢さんやってないんですかインスタ？僕ねすごい時代が遅れてるんで、うん、やってないです。えやってほしい。やってほしい、ね。でも自分の商品を載せてもらっててこうやっていろいろ見てるんで。んね、えでもそのさっきおっしゃってくれたこととかをこう発信してほしい。うん、あそう,そうそうそう。あと世界回ってるじゃないですか。すねうん、なんか。 村上社長と話して僕村上さんってゲスト室の社長一応僕のマネージャーやってるんでマネージャーと話しますだからぜひお宅っぷりをもうガンガン出していやいや私はすごい好きです見るのそういうの開けてはいけない扉開けてしまうある楽しみに待ってますりきれてないです 絶対そうだと思う <laughs>、うん、<laughs> 多分ん100分の1ぐらいしか喋れてないですよね,そ,すね、はい、それだけジーンズは奥がね、深,く深,くも深い,かい、うん、生きてるうちに完成がさっき言ったらできないんでそれと誰かが引き継いでやってくれるしかないそうですね、うん、ということでございましたどうもありがとうございました 今日はドクターデニム、本沢祐治さん、そしてスタイリストのどどちはるさんにお話を聞きました。ありがとうございました。このポッドキャストへの質問や感想はグレンウッ o アット、ポッドキャスト .co.jp に送ってください。Glenwood Heart to Heart、長谷川潤がお送りしました。<24. S 2> See you next time!